小さかったら高く飛べ。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはインユアフェイスということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということですね。今日はですねリーク画像に上がったのに実際発売されたのは全然違うスニーカーだったシリーズということでいきましょう。レッツティップオフということですね。結構ナイキあるあるなんですけども、まあリーク画像で上がってて、えこれ出んの出んの出んのってなって、うわこれだったら欲しいわってなったけど、実際発売されたのはあれちょっとちゃうやん、えなんでそのまま発売してくんなかったのみたいな、なんかね多分ね、そのリーク画像で上がってるのは多分 FF なんだよね。関係者家族とかにねは、まあ、配ってんのか売ってんのかよくわからないけど、まあそっち系で実際一般に販売されたのはちょっと違うみたいな、よくあるんですよ。そしてこれもね3月にもあるんですよ。そんなスニーカーがいってみましょう。まずは1個目、ジョーダン3UNC、 はいジョーダン3 ユニバーシティじゃねえや、ノースカロライナでございますね。ユニバーシティノース、そう UNC ノースカロライナということで、あのリークバズに上がってたのはジョーダン3の UNC はターンが UNC の大学のマークだったんですね。 UNC って書いてあってて、うわかっけえと思ったわけよ。だけど実際発売されるの見たら普通のジャンプマンじゃん、マジでただのブルーのジャンプマンじゃんってなってるわけよ。いやいやいや、そこは UNC でしょマジで、なんでって思った。ジョーダン3で別にさ、ジャンプにしようがさ UNC にしようが、ま、そんな変わんねえじゃんぶっちゃけて、あの手間がね。なのに発売されるのはジャンプマン、マジない、あれはない本当にない。だからああいうのってね結構ナイキのやり方なんですよ。うわ欲しいってなって、うおおおいいねいいねってなって、実質はジャンプマンでもちょっと欲しいって気持ちは残ってんだよね。だからあーどうしよう、でもまあ一回買っちゃおうかなっつって買っちゃうのよ。で数少なかったりすんのよこれが。でね、そういうパターンがナイキもまだあんのよ。もう一個は、はいジョーダン5ミシガン、はい去年出たミシガンなんだけど、ジョーダン5の、まあ、黄色のやつだね、黄色ネイビー、完全にミシガンカラーですよあれは。でリーク画像当初上がってた時はちゃんと単に M って書いてあった、 M って。でネイビーカラーも存在しててM って書いてあった。でも発売されたのはジャンプマン、ジャンプマンじゃないかよ。どういうことなんだよ、思ったよ本当に。ミシガンが欲しいよ、ファブファイブな感じがいいじゃない、クリス・ベーバー、ジョアン・ハワード、あ誰だジャレン・ローズみたいな感じのがいいじゃない、あの感じね。なんでかなって、別にそうさっきも言ったけどそんな手間かかんないじゃない、ジャンプマンだろうが M だろうがさって思うんだけど、ナイキはやってくんのよ。ちょいちょいあんのよ俺たちのそういうなんかスニーカーヘッズの感じをくすぐって結局やらないみたいな、ほんと未遂な感じね。でまあ今のはさもうほんとむかつく感じだけど、だったら発売してくれない方がいいわけよ。リーク画像だけあって、なんか海外だけで発売しましたとか、実際もう家族関係者だけしか配ってませんよみたいな方がまだいいわけよ。まあ例えばそう言うと、ジョーダンのオレゴンシリーズ、まあオレゴンダックだね、あのジョーダン5の、まあ、アヒルちゃんとか、ジョーダン3のアヒルちゃんとか、あの辺の方がまだいいよ。だって目に取れないし、もう欲しくても買えないんだもん、だって家族関係者だから、どうせあと大学生かな、そこの大学行ってる子たちにしか。で実際そういう店、あのそういうオレゴンダック3とか5とか持ってる方々いるんだね、個人でね。それは多分ね結構な額を積んで買ったと思うよ、そういう関係者大学生から。だからまだそっちの方がいいね。そんな額じゃ僕らどんなに頑張ってその額出せないもん。だったらもう販売されない方がいい、まだあんのよ本当に。大学シリーズって結構人気があって、僕もめちゃくちゃ好きなんですけど、実際まあそのカラーは大学だけど、やっぱ刺繍のところにね、その大学のなんかロゴマークだったり、まあその大学のイニシャルだったり入ってるのってなかなかないんだよね、ジョーダンシリーズって。ほんとそうしてほしい。まあもう一個言うんだったら、ジョーダンのジョージタウンシリーズ。ジョーダン31、3のジョージタウンシリーズでも存在してて。で、あの、それも確かにジョージタウン31めちゃくちゃかっこよくて、あのロゴマーク入ってるんだよね。で、確か、アウトソールかな、ジョージタウンって確か書いてあったはず。で、あれめちゃくちゃかっけえなと思って、あれだったら欲しいなと思ったんだけど、結局販売されなかった気がする、確か俺の記憶が正しければ。で3も日本では販売がなかった。だからね、ああいうのは本当やめてほしいね。あの発売されるんだったらいいんだけど、なんか形を変えて発売だけやめてほしい、げんなりしちゃうから。でもねこれがねナイキのやり方なのよ本当に。そこでね俺らの気持ちをあわっといて、実際会ってみたら違うみたいな、まあ簡単に言ったらなんかああいう感じだよね。写真で見て、うわーすげえ可愛いじゃんと思って実際会ってみたらちょっと違くねみたいな、そのパターンとマジで一緒だから、そのまんまで来てよお願いだからさって俺はマジで
思うわけですよ、本当に。だからこれからもね、多分ね、こういう風にスニーカーヘッズの気持ちをくすぶってね、リーク画像を出しておいて、実際発売されるものちょっと違うもの出しますみたいなパターンよくあるからナイキは。これがナイキのやり方なのよ、ほんとひどい。だからもうこういうのに踊らされないの、僕たちはね頑張ってちょっと自分もね芯に持ってね、いやもうリーク画像と違うんだからこれは違う、もう UNC じゃないし、色はそうかもしれないけど UNC って刺繍ないし、タンも違うから、まあ買うのを僕はやめちゃおうかなって思っております。はい、ということで今日はですね、リーク画像で上がってたけど、実際発売されてみたらちょっと違うスニーカーだったシリーズの紹介でした。もしこの動画が良ければ高評価、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!